かの地、キーブレード墓場はこの先だ。誰か来る。わずかに伝わるキーブレードとキーブレード戦争の伝説。かつて世界は闇に覆われ、そこから新たな光を見出した。破壊の後に創造があるように、キーブレード戦争の後に何があるのか、我らもまた伝説通りに光を見出せる光にふさわしい生命なのか。それとも世界は闇に帰属されるべきなのか。これよりこの場で伝説が再現される。それにはまず世界を闇に覆うため、光であるお前たちの絶望が必要となる。抗って抗って抗った先に掴む鍵によって、キングダムハーツが現れる。まずは我々からの贈り物だ。しるべをたどれ。なんだこの数。みんな気をつけて。Thank you.
先に行ってるみたいだよ。うそ。先に進もう。テラ！ベン！テラ、やっと会えた。テラ、本当にテラなの？なんだよ、アクア。あなたの中にテラはいない。え？テラの体を返しなさい。これで13人目。お前たちはここで敗北する。何よ。13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心する、キーブレードはここで完成する。お前たちに負けることはない。
なんだよこれ。しっかりしろ、ソラ。3人の姿は消えていない。心もまだ離れていない。守るんだ、みんなを。ああ、3人で戦いましょう。ミッキー、カイリー、グーフィー、3人を頼みます。無理はしないで一度撤退しよう。そうはいかないようだ。カイリも、ドナルドも、グーフィーも、王様も消えちゃった。どうしよう、リク。俺どうすればいいんだよ、リク。もう戦えないよ。俺はみんながいたから戦えたんだ。一人じゃダメなんだ。これ以上無理だ。ソラ、俺は信じてる。お前は諦めない。チェックメイト。言い伝え通りだな。光は闇に敗北する。また違う策を考えとくんだな。まだ終わってないよ。まだ戦える。
いや、そんなはずない。今ので詰んだはずだ。うん、危なかったけどね。でも結末が決まってるのはつまらない。光は目に見えるものだけじゃない、そう言っただろ。光は過去からだって届くんだ。